前回のカズクラ、ウィザー討伐。ただずるい技を使おうとしているカズクラと酒井サンダーだ。何をするのかというと、そう、友達に倒してもらう。ウィザーを召喚して、友達が横にいるだけで、なんと友達がボコボコにしてくれた。マジこのトラップ使える。62号線を作ったのはいいけど、みんなネザー移動し始めてると思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。もう使われないかも。というわけでどうもこんばんは、カズクラです。酒井さんだーだ。62号線最近あんまり使われてないような気がする。みんなもそうだよな。なんでなんだろう。本当なんでだよー。みんな便利なものに巻かれていくってこと。そういうことだよ。だって馬だって乗り捨てられてるだろ。いや確かに確かに、馬乗り捨てられてるよな。そうなんだよ。みんな馬どうしたんだよ。どうしたんだみんな。みんな馬さん相棒だろ。ひどすぎる。ひどいよ。便利なもの、便利なものにみんな巻かれて。本当だよ。おいどうなったんだよ。馬さんかわいそうに。どうなったんだよ。でも俺は今日便利にしたいと思ってる。まだこの世の中を。カズクラもまた巻かれる一人になってしまったか。そうだ。ほんでたら最近すごいこのワールドには、なんだか効率部というものがあってだな。すごい便利なものができ始めている。でそれがな、なんとネザーの上の世界で行われてんだ。それがほんと現実世界じゃないところで、そう、岩盤の上でいろんなところに移動できて便利になっちゃってんだ。だから今日はそこに気軽にアクセスするゲートを新設しようと思っている。イエーイというわけで参りますか。行ってみよう。ほんで今日はまずはだよ、黒曜石いっぱいプレゼントしちゃってねえんだこれ。またあ、そうだった。ちょっと取りに行こうぜ。取りに行こう。黒曜石がねえんだよ。一回すや、よく寝た。いやさんだ。オラたちはお前たちをずっと使い続けるからな。行くぞ。馬さんだ。行くぞ。どこ行くんだ。取りに行くんだ。黒曜石か。そうそう。どこにあるんだ。この地下だろ。地下。この至近距離で馬使ったってこと。うん、そうだよ。遠く行くと思ってたら、いやもうこの距離だよ。この距離で田舎の人じゃん。完全に田舎の、あの 50m 先のコンビニに車で行くみたいな感じだ。田舎あるあるだよな。そうなんだよな。ないないか。キノコの森にマグマあったようなね。あった。よかった。よし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 、よしな。これでちょっと回収していこう。これオッケー。いやここ池にしよう。いいな。これで証拠隠滅だ。この水流がオッケーだ。これでオッケーだ。オラの馬はいた。どこ行ったんだ。これ目の前にいるじゃん。目の前に。嘘だ、牛しかいなかったぞ。こっち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 。どっちどっちどっち。どこよどこよどこよ。ネームタグ。いた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 。馬さんだ。いた。よかった。さあ行くぞ。行くぞ馬さんだ。これで今シーズンの我々の死が10回ぐらい減ると思う。本当それな。こういう手間をちゃんとかけることで、岩盤まで行くまでに危ないはしごあるもんな。そう、あっこから落ちて亡くなったものがいる。今までうちらも何回か落ちたからな。そうだ。だから今この瞬間に我々はすごい何かを作っとかないとダメなのだ。便利にするために。本当だよ。装備もみんなに比べたら全然ないからね。本当だよな。こちらの方に作っていこうと思います。やっていこう。さあということで今回の、ターゲットはここだ。ここか。このゲートの上に作ろうと思っています。そんな企画でいいのか。いけると思ってんだ俺は。これ上に上がれるようにするんだね。そう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 。ほんで一旦上にゲートを作ってみて、いけるかどうかってのを確かめてみよう。これオッケー。ちょっと待ってよ。ちょっと上行ってみるね。こう上どんなになってんだろう。あれ意外と深いかも。あ、ようやく上が見えた。ここら辺なんだ。ちょうど敷地内だね。なるほど。すごいギリギリに建築したんだね。偶然にもな。偶然にもな。待って、もう片方もちょっと穴開けてくね。オッケー。
おお、なるほど。さあ、ということでこの上に今からゲートを作ろうと思っています。わかりました。そんで、下と似たような大きさにしよう。せっかくだから 1,2,3,4,5 5だな。足りるかな、ちゃんと。あるといいな。チャッカマン持ってきて。オッケー。よし、ここでオッケーだ。もう着火してもいいのか。一旦ね。で、ご苦労だった。例の物です、兄貴。では着火いたします。ワクワク。パチコン。おお、オーケーだ。とりあえずは、ではネザーに向かう。参る。画像とかいいのか。当たり前だ。もうこんなもん記録している。さすがカズクラだ。カズクラどこ行ったんだ。そうだ、今からあの岩盤の上に行くぞ。岩盤の上に。目を離した一瞬の隙にいなくなるんだから。岩盤の上に行く今から。気をつけろ、このはしごは危ない。ここから何度落ちたか。サンダーさんも落ちるふりじゃないからな。なんだこの邪魔な。やなぜここに羊さんが。よし、大丈夫か。なんかのあれに干渉しないかだけが怖いけど。こっちだ。了解。やべ、すげえ迷子になりそうな。 X 軸37ここだ。わかりやすい。これだったら迷子にならないよ。ちなみにこれがドズル社拠点。そうらしい。向こうの看板に書いてあった。オッケー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 。んなら、あっちからもわかるようにこっち方向で作ろう。こういうことだな。そういうことだ。そしてこれお心遣いね。わかないようにか。こういうことだ。これ素敵な心遣いだ。わかないでねっていう。さあ、というわけでこれで入ったら大丈夫なはずなんだけど、どうなんでしょう。さあ、どこにつながるんだ。でもしこれをいけちゃったら、まだネザースターこの前できたからさ、高速移動できるためにここにビーコンも立ててあげようね。それいいね。ね、やりたいやりたい。よし、では入ってみよう。うわしょ。さあ、ゲートよ、つながれ。イエーイ。完璧じゃん。またここ立派にしとかないとダメだな。本当だね。もうちょっとでもなんか今思うと下でもよかったなと思ったな。ゲートもうちょっとめり込ませてもよかったね、地面に。もう一段下ってことか。うん、ちょっとせっかくだからやる。よし、やっていこう。上は削らない。 上も削るぞ。オッケー。ちょっと全体的に下に移動しよう。これね、一回設置するともう移動しないあるあるだから。これそうだね。うん、これは危険だ。もう一回やっちゃうともう移動しないんだから。これめんどいんだから。めんどいめんどい言うて、やりきった感じになるよね。そう、そういうこと。一旦2マス下げる。2マスね、オッケー。よーし、いいね。あとは、ここも左右簡単に降りたりとかできるように頑張ってみようかな。階段かはしごつけるのか。ちょっと待ってかい。ちょっと待ってね。わかった。水を張って、あとは落ちれるようにということでね。こっち落ちるとこ、なんかみんなさ、これかな、雪入り水バケツ、これ落下ダメージ消してるのかな。なんかそうかもね。で、上にカーペット敷いて。カーペットね。これで大丈夫なのかな。ちょっと落ちてみていい。これでオッケーだ。では参りますね。はいよ。ノーダメージ。いいじゃんいいじゃん。これいいね。いいね。チャポンっていうあれがなくていいね。なあとは、ここは水ゾーンでね。水ゾーンです。ここはこれ蓋でもいいのか、こっち向きでもいいのか。天才か。この間建築税がやってるのを見たんだ。こんでいいじゃん。こんでで、ここだけはちょっと横をつけさせてもらうね。うんうん、いいじゃん。いいね。やばい、損なっていない。あれを、これドアでもできるの。ドア手前いけるかも。な、水タラちゃんいきます。はい、タラちゃん。これできるじゃん。これ良くない。ちょっといいやん。これいいよね。ちょっといいやん。これいいでしょ。完全にこれグリちゃんの真似だ。んで、あとは昆布植えました。で、スール鮮度いってきます。すげえ、これ便利だぞ。やば、いい仕事してますね。いい仕事。そんでそんでそんで、うんうん、みんなどうせ締め忘れるから、これで締め忘れないと。これ最高だ。来たな、これ。カズクラすげー。来たぞ、これ。あなたは天才ですか。これ天才かもわからん。これ天才だわ。ほんで、ちょっと
ちょっとサンダム着てみ、こっち。それ最高すぎる。きたー。ほんで、ポワン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 。ただいまあれれ、低くしたらダメになっちゃった。なんか寄せられちゃった、こっちに。なんということだ。嘘だろ。2マス動かしただけでこうなるか。ただいま。ぐりー、嘘だろ。たった2マスで上から入るとどうなるんだ。ダメだこれ。ダメか。いや、あと1マスだけ上げてみる。ギリギリを、ギリギリを攻めたいよね。ギリギリ攻めるか。なんだよ、厳しいな。シビアな戦いだぜ。本当だぜ。1マス下げました。着火。どこに出るかな、どこに出る、あ、待って、どこに出るのかな。だな、結果変わらず。最初のが良かったんだ。なるほどな。元通りに戻そう。オッケー。余計なことはすなと。マニュアル通りにしろと。マニュアルが大切だとおっしゃってる。行くぞ。あれ？なぜだ。あれ？なんでだろうね。カズクラ。よし、研究結果、あの高さがベストっていうことが分かった。だね。なんなんだろうね、よう分からんね。本当だね、最初つながったのにね。ねえ、なんか戻った気したんだけどな。ほんなら今回は、このまま上、こちらから上がってください。上がります。ほんでこちらにお入りください。入ります。おー、出れましたな。出れましたな。さあ、というわけでここをオラたちの拠点と分かるように、うんうん、ちょっとアレンジのほどやっていきますか。やっていこう。なんか材料持ってるのか。そんで今回まず、ビーコンパワーを出したいとね。出したいね。ちょっと待ってね。だから1、よし、なビーコンパワーが出るように一旦これ設置しててくれ。オッケー。よし、ではこれで圧倒的な、えい、おお、ほいで、うんうん、おし、これでここの移動が良くなったぞ。足早くなったよ。ただいつまでみんな使うことだか、みんなエリトラで満足しようとかっていう気まさかないよな。まさかまさか。はい、いや、まさかだよな。多分ありがたく使っていくと思う。さあ、そんで今この拠点だな。うんうん、ここがいろいろ分かるように装飾していこう。そうしよう。さあ、ということでレッツ装飾タイムスタート。レッツゴー。ということで、カズクラと酒井サンダーの装飾タイムがついにスタートした。そう、これむき出しのまんまだったらダサいだろ。だからカズクラと酒井サンダーはいい感じの建築を絶対ここでやっていくんだ。なんだか肌色のものができてきて、そして黒色がついてくる。なんなんだろう、なんなんだろう。酒井サンダーとカズクラはどんどん頑張ってやっていくと、なんだか見たことあるような、ないような。これみんななんだと思う。よし、ということで完成だ。可愛いのできた。さあ、これが一体何なのかわかるかな、画面の前のみんな。わかるよな、わかるよな。難しかったんだぜ、今回奇数になってたからさ。そうだね、確かに。そう、 8×8 じゃなくて、これ多分 11×11 になってんだよ。すごい微妙だな。うん、そうそう、すごい微妙なんだけど、なんかできた。上手にできたね。しかもこうするとなんか前歯が、ハスキかよ。鬼スキッパー、鬼スキッパーになった、鬼スキッパー。すげえ、歯みたいになった。 あ、ただこれ登れねえ。ダメじゃん。しゃがんでじゃないとダメだこれ。ということはこれやっぱり普段は開けておく。普段は開けておいてもいいのかもわからんな。でもせっかくだから。できた。どうなんだろうこれは。なんだろう、なんて表現すればいいんだ。そもそも必要なのかなっていうなってきて、これぐらいがちょうどいいかもわからんな。そうだね、これがいいよ。上もハーフブロックでちゃんと脇潰ししたから、脇対策ばっちりよ。もうこれで沸かないはずだ。もう完璧さ。いや、いい感じに出来上がりましたね。これはいいぞ。これで、こっちから戻るとどれどれ。おー、ワンダホー、ワンダホー。そして、まあ、こっちはまた将来的にやっていこう。ほんでこっちに行くとワンダホー。
ワンダホー。いやー、良いものが出来上がりました。できたできた。いやー、この勢いでどんどん建築物増やして便利にしていきましょうか。そうしましょう。ウィース。ということで今日はこんなとこで、また皆さんお会いしましょう。じゃあのー、バイビー。